皆さんこんにちは。マリオメーカー2、皆さんのコース遊んでいきたいと思います。ワールド 5-2 つらら地帯のトゲトゲ洞窟、カツ丼さんのスタンダードコースですね。スターコインも3枚頑張って集めましょう。まずはキノコキノコ取って土管、地下エリアですかね。確かにつららもあってメットも降りてくると。なるほど、 OK です。上になんか一方通行のあれがありますね。これね、つららはまだいいんですけどメットが結構厄介ですね。多分ここにあれかな、メット投げれば多分コインでしょうかね。敵の数が結構多いですこのメットを下ろして、あれ降りてこないや。ここ叩きたかったんですけどね。これでいいや、このメットで。ここやっぱりコインですね。そして土管は入れない。スターコインありました。強行突破してもいいんですけど、多分メットを投げるのが本来の正しいやり方でしょうね。じゃあメットをもう一回取ってこないと。来ました来ました、当たりましたでこれ取って1枚目。さあ次は土管は入れない。ここも入れない。結構敵の配置も多くて難しいですよ。フラワーありがたい。ここも入れない。ここはなんかあるのかな。いや多分ないですよね。ないっすね。さらに進んで、ここにある。ちょっと止まりたい止まれないやばい。取りました。よし、あれ、最初スタート地点の一方通行のところ行けてないですよね。スターコイン、2枚しか取ってないんですよ私。おやどっかで逃してますね。いや一旦ゴールしましょう。もう1枚探してみますね。ありがとうございます。なんかありましたわここでしたか。でこれで、ありましたね。なるほど、これ3枚目取りました。 OK です。猫クッパツリー、猫クッパ登場、へんてこなお城のコースが楽しめます。3D ワールドのコース、 N マリオさんのコースですね。ピンクコイン4枚かな。まず土管に入って、左にもありますね。はい、これで2枚。上怖いな倒した方がいいのかな、どうなんでしょうね。一旦ちょっと怖いんで上行って、キノコ、これで倒しに行けるかな。特に
倒しても何もなし。怖いですね。これは上行っていいのかな。なるほど、旅館に入って、慎重に行かないと危ないですね。しかもこう滑りますし、危ない。やられた。さっきのですね、上もトゲメットがいるんで当たって、でドカン。あ、これは倒さないとダメですね。まず避けて、危ない危ない危ない。もう一回滑るからやりづらいですよね。で鍵ゲット、中間キノコ、スネークブロックですね。あの30枚は取るの結構難しそうですね。ピンクコインあったけど取れたけど、あら、はい、もう一回早めにピンクコインを取った方がいいですね、こうやって。 OK で、ワープボックス入って、あと1枚ですね。中間出た。うわ、これきつくないかな、結構ですよね。あ、猫マリオなれるんですね。であればだいぶやりやすくなりますね。毎回戻って確実にパウを当てていくみたいな、そんな感じでしょうかね。何回当てればいいんだろう。あ、4回ですね。4回当てて倒せました。一応持ってきますか。ああ、ゴールだけど、その前に、あ、トレンドマークの N ですね、ボーナスエリア。はい、ではゴールしましょう。 OK です。結構難しかったですね。はい、ありがとうございます。ウニウニ洞窟コイン探し、洞窟内のウニを避けながらコインを集めよう。ノコパさんのコースですね。一回プレイしてるんですけども、録画うまくできていなかったのでもう一回遊びます。コインを15枚以上取ってからゴール。実際にはね、結構な枚数のコインがあったんで全部取らなくても大丈夫でした。まあこんな感じで結構ウニがね多いんで、当たらないように気をつけていく感じですね。途中にキノコはあったんで、まあ、それ取ると安全ですね。これで1回は当たっても OK。 コインはね、これだけ取り逃しても15枚は集まりました。でも今もう11枚、これで13、14、15ですね。これでゴール条件は達成です。あとはゴールのみ、ウニに当たらないように気をつけてゴールする感じですね。デカマリオだとね、結構当たりやすいんですよね、狭くて。よし、これでゴールです。ありがとうございます。サスケ第30回大会ファースト、第30回大会のファーストを再現しました。同じくノコパさんのコースです。サスケシリーズは久しぶりですね。
タイムは100秒。なるほど。しっかりリフト乗っていかないとダメですね。リフト乗って。移動していくと。これは一方通行だから。OK かな、大丈夫ですね。ああ、前もね、このサスケシリーズで結構あったんですけど、意外と難しいんですね。で、捕まって、壁キック降りて、上かな？うん。いけない。で、あーと、これも壁キックかな？OK、ゴールです。あとサスケシリーズ2コースぐらいアップされているので続けて遊んでいきたいと思います。サスケ第5回大会セカンド。ん？これいいのかな？なるほど。OK です。で入って峠もあるんで気をつけないといけないですね。当たらないよう、意外と難しいな。しっかり避けて、怖っ。いけるかな？いけました。慌てず慌てず。これは？オッケー。か、うん？違う。叩いて、叩いて、叩いて、ゴール。オッケーです。オンオフスイッチのところはワンツースリーになってましたね。サスケ第6回大会セカンド。同じような感じですかね。一気にいけるか。いけた。下でいいのかな。ああ、で1、2で3でゴール。 OK です。タイムアタック熱くなりそうですね。はい、タイム更新。サスケシリーズは一通りプレイしました。1画面謎解き浸水の森、難易度は星2、クリア率は高めですね。でもベストタイム40秒か。1画面ですけど結構時間かかる感じですかね。七蛇さんのコースです。ゴールは目の前、確かに1画面ですね。とりあえず叩きます。あー、左側から P が出てきたと。このハテナは1アップ。多分ゴールに直接的な関係はなさそうですね。とりあえず P 押しますか。押して入ってピンポン。あー、クッパクラウンが出たんで、あれか、右側に行けるようになったわけですね。あれ？
あれ今なんで消えたんだろう。もう一回、これもう一回乗っ、あ、挟まったんか、なるほど。あ、どっちに入っても OK ですね。挟まっちゃってるんで、こっちから行けばいいんだ。で、この鍵はどこに繋がってるんだろう。ゴールするにはでもここからしか行けないっすよね。ここは入ると、あ、右上が光ったな、キラのところですよね。ということは、ゴールするためにはこっから行くしかやっぱりなさそうで、あ、これに乗るのか。直接ジャンプしてもこの幅に入れないんで、多分このね、パウの重りを使ってシーソーにうまく乗ってゴール、そんな感じがしますね。いい感じの場所にパウを落としてもらわないとダメそうですね。そこじゃない。もう一回、あ、自分で歩いてもいいのかな。どうだろう、ちょっと厳しそうかも。あ、いや、いけないか。あ、いい感じで、自分で叩いて、あ、いけた。あ、なるほど。いやー、結構時間かかりましたね、1画面ですけど。うまく作ってありますね。3分12秒もかかりました。ありがとうございます。というわけで、七蛇さんのコース、結構謎解きコース多く投稿されてますので、今後順次挑戦させていただきたいと思います。では本日はここまでです。ありがとうございました。